尾道バス。尾道バス株式会社は、広島県尾道市東尾道18のに本社を、奥日本のバス事業者である。尾道市営バスの乗り合い事業を継承し、貸切事業も行う。また、市営作動事業の指定管理者となっている。1920年代頃の尾道市は、中小零細のバス事業者が乱立し、乗客の獲得合戦。 運行の不正確さと混乱をきたしていた。そのため、主に市内中心部を東西に運行していた路線等について、市が集約し買い上げる形で1932年に誕生したのが、尾道市 A バスである。その後、旧市街地を中心に路線を伸ばし、尾道を橋開通及び、向島町 A バスの合併により、対岸の向島へ、1983年の 因島大橋開通時より、因島市へも路線を伸ばした。他社と同様モータリゼーション等の進行に伴い、昭和末期から路線の廃止、限界が相次いだが、近年は新規路線の開拓、観光路線の充実等が見られる。利用者数面では、1964年には一、317万人の利用があったが、 2004年になって300万人前後にまで落ち込んでいる。また2006年度より5年計画で CNG バスを10台導入する計画が発表され、交通局内に CNG 重点所を建設。2007年2月9日にお披露目式が行われ、翌10日よりまず2台で市内本線を呼び、市民病院路線運行されている。近年、 CNG バス及び商用トラックは排出ガスの点から注目されており、購入には補助金等の優遇措置が取られ、その普及が図られている。2008年4月、市交通局の事業が、尾道バス株式会社に移管された。尾道バスは出資金3億円で市が2億7500万円 91.、91.7%、民間が2500万円、8.3%を、 負担し、うち1億5000万円を資本金に充てている。2009年8月1日より大幅なダイヤ改正を行い、路線名の変更などが行われる。また2011年5月6日に、農協病院、JA 尾道総合病院の平原台への移転に伴うダイヤ改正が行われ、再び大幅な改定が行われた。経路名。 経路名はいずれか一つを経由する。2017年4月1日より路線番号を導入している。市内沿岸部を貫く、国道2号線、在来線を中心に沿い、登校、採業と称し、小道駅を経由、または発着し連続運行をしている。東行きは、市境付近の高須地区を経由する。2009年7月31日までは、 それぞれの路線名がついていたが三味その地区のお堂中、学校、高等学校が向島地区へ移転したことをきっかけに路線名称を統合したもので、それぞれの地区への経路はそのままである。どの路線も長江通り、広島県道363号栗原長江線を経営するが、道路は全般にわたり境愛で、中型車の運用が目立つ。このうち栗原線は、 もともとは亀川までの旧市街地を循環する市内線であったが新尾道駅の開業とともに路線が延長された。路線延長の際は中国バスとの路線権利の関係で一部の便のみしか新駅まで伸ばされなかったが現在では全便乗り入れている。新高山地区に作られた尾道市民病院への大切な足となる路線。基本は 尾道駅と市民病院への往復運転であるが、近隣の福島への循環運転や、後日の尾道工業団地線、駅前高東線、尾道学園線と、戸田線も乗り入れる。久山連区にある、尾道市私立大学へ向かう路線。尾道バイパス平原台 JAA、おの総合病院を経由する便もあるが、数は少ない。急行便の設定があるが、 確定の平原台を経由しないカドタトンネル便のことを指すもので、もともとは本数も利用も少なかったが、2010年春の改正時に、雨天通学時に運行する臨時便に代わって、学級便と手増便され、学生から通学便として広く認知されるようになった。さらに2011年春の改正時に、 尾道駅からの直通便も設定された、同線で初となる桜戸手経由であるが途中、バス停には停車しない、陰路島線、市内本線用の大型車で運用されることが多い。2013年4月1日に開設、東尾道駅と向島にある、尾道学園を市民病院経由で結ぶ、在来国道2号線経由のため東尾道駅、市民病院間の経路は、 尾道工業団地線と大きく異なる。その後、東尾道駅市民病院館は廃止された。現基地、尾道都線向島川乗船場より、島内各所及び対岸の岩湖島を結ぶ。しかし平日には二十数本、土曜は数本まで減便、日宿日は運休するので利用には注意が必要である。 県吉バス停では、大林信彦監督の映画、明日で使用された、オープンセットが一さで待合所として使用されている。2013年4月1日時刻改正により、東内ターミナルが、県吉から、向島支所、駅前都線、向島川乗線場に変更となり、合わせて、高東線、潮見が、浜線立花線、河野浦線、岩古島線、向島循環線と、 名称変更された。岩古島線は循環線を維持するものの、道越を先回りする、終日編方向を運転となる。県吉には、高等線と、立花線の一部の便が経営するのみとなり、それも平日に限られる。さらに、市民病院、県吉線も尾道学園線に改組され、県吉には立ち寄らなくなった。2009年4月1日に開設された、新規路線。 元々は2007年2月に、東新観光バス小道営業所が、日東電工小道事業所の従業員送迎用、貸切バスを受諾したのが始まり、その後小道バス、友鉄道、中国バスが参入し、一般路線化したものである。なお、一般路線化を前提に、日東電工が工業団地内にバスロータリーを作り、小道市に寄贈している。 なお路線はもともと送迎バスの性格を持っているため、上り下りの便で運行間隔に偏りがあったり、日東電工の社員寮が沿線にある地域を主に開設されている。因島大橋開通後の因島への足で、本市バス開発と元の島運輸との共同運行である。因島市は尾道市に合併されたが、回数券や上行バス停の取り扱い等は、 従前と同じく太郎線と一部異なる。また、島並ライナー、小道今治線の廃止に伴い、島並ライナー、福山、広島今治線の今治方面と小道方面を、因島大橋で乗り継ぐ際には、割引運賃が適用される。2008年6月1日の道路交通法改正以降、シートベルトが設置されていないバスは緩和措置の適用を受け、 島並海道を時速6 0トル以下で走行している。車内には時速6 0トル以上で走行すると点灯する。警告灯、黄色が運転席後部の旅客から見える部分に設置されている。尾道バス担当便は固定であるが、因島側の本市バス開発と元の島運輸は毎年担当便を入れ替え、売り上げ等に変調の出ないようにしている。 新尾道駅発着便及び、駅前都線経由、暗号発着便は2014年9月1日ダイヤ改正で廃止されていい。2010年4月1日運行開始。広島県立瀬戸田病院の尾道市への移管、尾道市立市民病院付属瀬戸田診療所に伴い、平日の一部の便は尾道市民病院を経由するように設定された。また、 瀬戸田地区への観光への便として、往復割引きも設定されている。2011年5月6日より平原台の JAA、小道総合病院を発着する便も平日の一部のみ、作られ、小道市民病院は、休日も経由するようになった。また瀬戸田側の停留所も、幾口橋入口、高校前、広島県立瀬戸田高等学校、林公民館が追加された。 古くは、尾道三原間の営業をめぐり、三原市と競合。三原市交通局誕生の引き金となる。バスを金期には共同で、福山尾道三原間の路線を運行するなどを、した一方、新道、国道184号、尾道バイパスなどの完成による、新規路線の開設、合併による路線の延長などをめぐり、中国バス、とも鉄道等、他事業者との競合。 競争が繰り返されてきた。中国バスのエリアである北部地域にも一時乗り入れを行ったが、三原市との競合、当時であった中野方面を除き撤退。その後、助水館高校開校に伴い中国バスと共に通学路線を運行している。現在では、共通回数券制度、停留所の統一、他社エリアへの進出、松永一氏などが行われるようになった。 一般公募で、車掌、ロゴマーク、マスコットキャラクターが決定された。ロゴマークは、おのみちバスから、OB と表記し、さらに、B を、ハートマークを横倒しにしたデザインとし、人に優しいバスを表現している。また、無限大に見えることから、未来に向かって限りなく飛躍発展することを表現している。マスコットキャラクターは、猫とバスを合わせたキャラクターで、名前も、 公募の上2008年9月21日に行われたバス祭りにてハッピーと命名された。また合わせて CNG ノンステップ環境ロコが思いやり乗せて走るよみんなの地球頭文字がおのみちとなると発表された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。